はい、それではガイダンスを始めます。今回のテーマは仕事も年収も勉強法も一挙公開ということで、お話をしたいと思います。で、大体講義時間が45分から50分ぐらいで、あと質疑応答の時間をちょっと設けたいと思います。で、一応私ね、20代で弁理士になってもうだいぶ前ですけども、大体実務経験と講師経験が30年弱です。だからいろんなこともやってきたから、仕事の面も受験の面も大体分かってる。何でも聞いてもらったらいいと思います。じゃあまずね、お手元の、先ほど説明がありましたけど、このレジュメですね、こちらと、それからこのパンフレット、これは弁理士の方法論のところでね、ちょっと後で説明しますけども、こちらご用意ください。じゃあ最初レジュメの方から で、今回は弁理士の勉強というよりも、仕事の内容とかどんなのがあるのかと、とてもね1時間では語り尽くせないんですけども、概要をお話します。1ページ見てください、レジュメの方ね。でね、こちらですね、見ていただくと、こうなってますね。で、弁理士の仕事って一体何ですかっていう話になるんですけども、基本的に企業活動があって弁理士の仕事があるわけですね。で、ほとんどの特許事務所というのは、企業の、仕事をしているということになります。で、そもそも知的財産の専門家というのが弁理士ですけども、なぜですね、この知的財産が大事かというと、この知的財産権の力というのはすごい大きいんですね。で、侵害、他人の権利を勝手に使うと、差し止め請求と損害賠償請求ができるというのは大きい力になります。で、どっちが怖いんやっていうと、どっちだと思います？これやめろですね。で、差し止め請求は侵害した分、例えば売上が減ったからお金を賠償しろということですけども、これどっちですか？差し止めの方が怖いですね。なぜかというと、事業をしていて、例えばベンチャーでこれからね、自分で開発して、で、事業をしようと、で、いろいろね、投資もしてもらって借金もして、これから売って回収するのに、もう明日からやめろ言われたら、もうそれで終わりですね。なので、これが一番怖い。だからすごいパワーがあるんだと。だからこれを企業経営の資源としてね、経営資源として使わない手はないでしょということなんですよ。だから各企業も知財部が、あってですね、中堅のものでも10億円とか20億円とか30億円ぐらい予算組んでですね、運営してるわけですよ。で、特許事務所も山ほどありますね。で、まずね、企業活動を知ることによって弁理士の仕事の全体像が分かります。で、企業活動で知財を、作るですね、新しい技術を開発するということです。まさに取る、これは権利を取る、使う、あとこんなすごいパワーがあるので買わさないといけません、他人の権利をね。これは基本になります。内外というのは国内だけじゃなくて、日本の企業って海外でほとんど売り上げがあるわけですから、海外の業務というのも必然的に入ってくるということです。でね、基本は まずね、知的財産を創造して開発支援をするということですね、企業の中でね。で、権利化する、で、活用するというこの3つです。で、権利取得に関しても、放置すると権利取れるかというと取れません。放置して勝手に販売したら、これ自由技術になってしまいますね。権利取らないといけない。ただね、知的財産で重要なポイントというのは性能面ですね。新しい技術が出たら新しい産業が起こります。で、例えば20年ぐらい前の企業の上位ですね、あれは石油会社とか自動車会社とか、あんなが上だったんですよ。今どうですか？ガーファですね。全然違いますね。ガラッと技術が出てくると変わるですね。そこに新しい技術というのが出てくるわけです。携帯電話一つとってもね、私が大学入った頃って携帯電話そんなないですよ。家で固定電話があってね、電話こうするとか、そんな話だったんだけども、今子供まで携帯電話持ってますね。で、電話料金ってね、基本料が1600円ぐらいだったんですよ。今どうですか？子供一人で7000円とかね、全然その規模が変わりますね。次、デザインです。やっぱりデザインが良くないと売れないですね。あと、ブランド、この辺が知的財産の重要なポイントになってくる。だから、こういうものをうまく生み出さないとヒット商品って出ません。で、ちょっと最初言い忘れたんですけども、
企業活動というのは研究開発、製造、販売、利益、投資ですね。でここで売れるものを作ろうと思ったら、その要素というのはこれになりますよ、こういう話です。だからそれについて権利を取るという活動を企業はやっている。で、創造、それから権利の活用ですね。でもう一つがこちらの他者権利の対処、これも重要です。もう独自に開発していても他者特許を踏んでる場合がある。で特に後発で入っていったらもう特許だらけです。で踏んだらこれです。いいですね、これが来る。で例えばアメリカなんかね、の特許なんかであれば踏むというかね、まあ、例えばこれから展示会に出しますよということで、いろんな展示会ありますね。出した日の次の日にね、もう警告来ます。だから新しい企業が入ってくるとこれは脅威なので見てるわけですよ。いいですね。なのでまあこれが企業活動の中で特許事務所はどこになってるのか、まさにここですね。特許事務所はここです。もう大半権利取得ということになります。まあいわゆる特許出願、特許であれば特許出願をして権利化をするまで面倒を見るとですね。で一部活用で、まあ、訴訟とかもやります。でこれは何かというと、まあ、こういうものを作った時に模倣というのが起こってくる。でその時にそれに対する権利行使をきちっとしないと、権利持ってるだけだったらすごい金がいりますから負の財産になるわけですね、これね。で、まあ、ここのどっかに、まあ、専門家が全てについて必要だっていうことになってくるわけですよ。でそれが企業の知財部であり、それから事務所であり、あるいは大学であり、これ役割が変わってくるわけですね。であとは弁理士業務範囲の拡大ということで、著作権の不正競争防止の仲裁とかね、まあ、侵害訴訟の訴訟代理とかいうことも、まあ、弁理士になってから試験を受けないといけないけども、こういうのも必要になってくるし、さらに情報の活用ですね。まあ、特許候補ってね、特許出願したら1年6ヶ月で公開されるわけですよ。で日本の出願はだいたい30万件で、中国100万件、アメリカも 4,50 万件ですね。ならその内容に何があるかというと、技術内容、それから発明者の内容とか、いろんな情報が入ってきます。だからそのトレンドを分析すると、だいたいですね、競合企業は何を考えているかということとか、全体のトレンドですね、これは分かる。でこういう解析業務も、まあ、今盛んにいわゆる IP ランドスケープとか言ってね、名前をつけてやってますが、あれ昔からやってる内容で名前を特許庁がつけただけなんですけどね、そういうことをやっている。あとはね、企業としてはこれ全体取ったものを経営資源としていかに経営戦略に組み込むかということも大事になってくるということですね。だから非常にですね、まあ、狭い業界なんだけども、特許で言えば技術もわからないといけないし、法律もわからないといけない、海外もわからない、特に国際的です、これね。例えばですね、普通ね、事業って税理士とかいろいろありますね。で、まあ、例えば 2,3 人の特許事務所で、小規模のものからもうすごい100人単位とかね、そういう企業まであるけども、 2,3 人のね事務所で海外の仕事がある部分ってあんまりないと思うんですよ。だけど特許事務所の場合は日本の企業は絶対海外でね事業してますから、日本出願して海外出願するんですね。だからかなり外国との取り付き合いというのは絶対出てきます。だからすごい小規模の事務所でも海外との取り扱いが出てくる機会があるので、すごい国際的というのが非常に特徴ですね。なので、まあ、やることはたくさんあるという話です。私も何十年もやってて、いろいろ裁判もやったりいろいろしました。で自分で裁判を、提起してねやったりもしましたけど、それでもねずっと勉強してます。だから法律も変わってくるし、海外の法律も変わる、トレンドも変わりますね。だ常にこう知識というのをアップデートして、それをいかに使うかというのを考えていかないといけないということになる。2ページ見てください。でね、取るで交わすという話をしましたけど、取る、これはね2ページ見ていただくと、まあ、R&D の成果が何かアウトプットがあるわけですね。でこれがですね、成果何も権利を取らなかったとしたときに、じゃあ成果の公共化、まあ、すぐに真似できます。知的財産、アイデアですから。そうすると大企業がその技術がいいということで入ってきたりする。これベンチャーが例えば開発者としますね。だから価格競争絶対負けます。なのでもう特許は命なんですよ。で、適正な知的財産管理ということで、まあ、成果をきちっと取る。で周辺特許もきちっと取れば知財障壁というのができますので、当然最初に開発した投資した分をね
ぱり製品に上乗せして回収しないといけないですね。で、真似する側は開発投資がいらないわけですよ。だから安く売れます。だからその分をきちっとパテントで取るっていうのが基本中の基本になってきます。次のページ見てください。でね、その特許に関して会社と大きく企業と特許事務所の違いなんですけども、企業というのは基本的に取るのが目的じゃないです。これ経営し事業戦略とか事業に役立てるために取るわけですよ。で、事業に役立たないだったら取ってもしょうがないですね。なので、まあ、使うっていうのがメインになる。そのための手段として権利を取る。で、取るために管理をいろいろしないといけません。例えば事業部がいろいろあります。発明者ってね、自分の発明というか与えられた開発をする、あるいは研究をするというのが、まあ、本来のミッションです。だからどうしてもね、発明というのが、届け出が遅れたり、あるいは非常に重要なんだけども非常に簡単な技術だから重要さに気づかないという場合があるんですね。で、それらをきちっと拾い上げるような仕組みを作らないと取れるものも取れないですね。で、そういうことをやります。なので、まあ、上に書いてあるように有形化活動ですね、これはやるのとやらないのと全然違う。で、あるいは活用活動ですね、をいかに活用するかということもやっていかないといけない。で、特にね、じゃあ出てきたの取ったら終わりじゃないかっていう話なんだけども、開発するとね、権利化するっていうのは結構ね簡単にできます。新しければ絶対できるわけですよ。先行技術と比べて新しかったらできるから、しょうもないもんでも何でも特許になり得るけども、じゃあどこを権利を取るんですかっていうのが一番大事でね、取るところを選ばないといけないですね。事業に本当に貢献するところを選んで出さないといけない。で、発明者と例えば知財部員が一生懸命こうディスカッションする、あるいは事務所の人がディスカッションしてもね、どういう議論をするかというとね、どこが特許になるだろうとこう来るわけや。で、別にね、じゃあこれは特許になるだろう、じゃあ出しましょうって、それはね、特許取るのが目的になってしまっていて、本来の目的で事業に貢献する、事業に役立たなあかんでしょ。で、役立ちもしないもん取ってもしょうがないですね。なのでそこを見極めて選別して、特許性が低くても重要であればストーリーをいろいろ考えて権利に仕上げる、これが難しいわけですよですね。で、そういう活動をします。特許事務所は権利を取るですね。ちょっと見てください。まあ、権利取得だけを考えても、実際に発明の内容というのは最新技術です。全部内容を理解しないといけない、特許であればね。それから明細書というか出願書類を作成しないといけないんですけども、これが難しいわけですよ。で、書き方によってものすごい強い権利になったり、もうスカスカになってしまったりします。だからね、面白いのがね、そのいわゆる私業で、例えば司法書士に、例えば家の登記をね頼んだら10ですね、登記するかしないかでしょ。じゃあ特許を特許事務所に頼んで発明してね、で、それが特許になったとします。なら10人に明細書書いてもらったら、じゃあ特許になったら全部同じ権利ですか、同じように強い特許ですかって、10人とも違います。書く文書で書くわけだから。だからある特許事務所に頼んだらもうスカスカで何ちゅう権利を取るんや、めちゃめちゃ狭い権利になったりね、あるいはもう変な書き方して特許自体にならなかったり、あるいはもう必要十分ですごいね強い特許に仕上げたりということで、それぐらい変わってくるわけですよ。だから ものすごい腕が変わりますこれね。もうまあ、大体ね、私もずっとやってるから、もうクレームって特許請求の範囲であるんですよ。文書見た瞬間にこれダメ、これとかいうのもある程度分かる。それぐらいね、腕の見せ所変わってくる。だから要はね、弁護士と医者は選ばなあかんということで、特許事務所も選ばないと、中小企業なんか特に分からないですね。なんか先生に頼んだらええというふうに思うけども、ピンキリです。なのでここ結構奥深いですね。でから、それだからこそですね、1件あたり技術文書だとそんなもらえないけども、20万円とか30万円ぐらい手数料を取れるわけですよ。だからビジネスモデルは1件出願して20万円とか30万円、それを5、6件あったら、まあ例えば10件あったら200万円ですね。だから2400万円で、あと特許庁に出した後にね、それで終わりじゃない。拒絶流通知で大体来るんですね。だから拒絶流通知が来て反論する、でそれに対してまた仕事ができるから、結構ね、出願はこう波があっても間でいろんな
オークションが来るから結構経営はしやすいということになります。で、権利を取るまでは拒絶査定になったら今度は審判なんですね。審判請求でありますね、左側にね。で、上級審に行ってさらに審決取り消し訴訟って高裁に訴訟を提起することができます。で、この審決取り消し訴訟は弁理士が単独で訴訟代理人になります。で、私も10件ぐらいやりました。で、最初の1件、最初はね、もう若い時にやったからもうなんか裁判官に怒られるけど、だんだんこうコツが分かってきてね。で、特に知財高裁がトレンドを変えた時なんかはもうずっと勝ってましたね。向こう3人でこっち1人ですよ。だからもう勝とうと思ったら明らかに審判でやった判断がおかしいって言わないと絶対勝てませんですね。という仕事がずっと続くので、弁理士事務所は基本的にこれをやってると考えてください。他の付帯業務もやってますけども、メインの売り上げも全部ここです、基本的にね。で、これが海外も入ってくるから海外はリエゾンってなりますね。なので売り上げがね、結構そういうなんで安定してくるということになる。4ページ見てください。リスク管理いきます。で、これは先ほどね、最初にお話した内容のカワスですね。で、 R&D の成果が他人の特許を踏んでたら下手するとやめろと言われる。で、ライセンス料売上の 10% よこせって言われたら、まずもう事業として成り立たないですね。売上利益率が 10% いったらすごい違法じゃないですか。それがまあね、ちょっとギリギリでやってると 5% とかなったら 10% 取られたらもうそんなん事業とならないですね。だから事実上やめてくださいという話になる。で、やめへんかったら差し止めやという話になりますね。だから絶対踏まないようにしないといけない。なので R&D の成果が他社特許を最初からずっと調査して、これはデータベースで調査できます。で、それを全部レビューするんですね、企業でね。で、そこで問題ある時を全部ピックアップして、で、踏まないように誘導すると、もうものすごく重要になってくる、開発に際してね。で、その時に侵害してるか侵害してないかっていう判断が内外でやっぱり出てくるので結構難しいですよ、これはね。例えば弁理士が、まあ、例えば企業で、まあ、ある程度中堅でね、これ大丈夫ですと言ってもね、実はしっかり読んだら黒やったとかなんぼでもあります。だから読み方ものすごく奥が深い時もある。で、会社は仕組み作りをします、これのね。だから開発したら絶対にそのレビューをしないと次のステップへいけないような仕組みを作っとけば絶対やりますね。そういう報告書が出てくる。だから踏まないようになるということになる。で、特許事務所はね、やっぱ中小企業のに、知財部がないですね。そこのアウトソーシング的なことをやっていけないといけないということになります。で、情報の活用というのは人時期、まあ最初言いましたけども、まあ結構 IP ランドスケープということで、まあ積極的にやられているけども、まあ本筋のね、経営判断というのは特許情報だけからはなかなか難しいですね。特許情報に、まあ、いろんな情報を加味して、じゃあどうだという感じになります。じゃあ次のページ見てください。権利活用でね、まあ活用パターンとしては市場価値戦略ということで、特許を持っていることによって、まあこんだけ持ってますっていう価値が出る。あるいは防衛戦略、他社から権利行使されたときに自分も権利持ってたらね、コンペティターって相手も踏んでる可能性があるわけですよ。だから、まあ、私の経験から言えば結構そのままね認めると、まあ何十億払わなあかダメだったところが、まあ、相手の権利、相手の製品全部調べて言われてね、で、自社の特許も全部調べるということで相手も踏んどったからチャラで済んだっていうのが何回かあります。で、独占戦略、まあ、これが本筋ですね。まあ、例えば四国の会社の青色 LED がね、まあ、ガッと大きくなりましたね。あれはまあパテントを取って知財商益を作っていたということがあります。で、知財商益をきちっと作らないとね、すぐに自由競争になってしまいますから、開発した投資が回収できないですね。で、収益戦略、これはね、特許を取って収益を取ると。例えばその画像処理のね、まあ、最近あんまり少ないですけども標準化しますね。その時にパテントプールで作るわけですよ。で、例えば通信とかああいう画像処理とかは特許の塊です。で、持ってる側が持ってへん側からライセンス料がバッとね取れるということで、収益戦略というのがある。例えば
まあ、ちょっとね、若い人はね、わからないかもしれないですけど、昔ね、今はまあないですけども、VHS でテープありますね。で、ベータと VHS というのがあってね、ビデオテープです。で、それでね、パナソニックとソニーがね、まあ、大きく2つに分かれたわけですよ。で、結局、事実上ですね、VHS になったんですね。で、ベータはなくなったんだけども、そのソニーはそこでもう撤退です。で、VHS を、まあ、途中で売ったりしましたけど、特許めちゃめちゃ持ってるんですね。だから特許収入が何百億円っていうので、まあ、収益を上げてるということです。そうなると、あるいは画像処理になると、特許の数で勝負なわけですよ。だからいかに特許の数を出すかだから、まあ、そういうことをやってる場合もあるですね。いろいろです。で、あとはね、交渉パターンというのを見てください。まあ、なんか侵害品が出てきた時に、売り上げがどうしても減る。じゃあ営業からね、こういうのがもう模倣品が出てるっていう話になった時に、じゃあ最後はもう裁判で決着せざるを得ない。けどもいきなり裁判しません。警告状を出して交渉します。で、相手は無効資料があるとかいうふうに普通に言ってきますね。あるいは侵害してない。で、そういうところの交渉で最終的に自然消滅する場合もある。まあ、出てきた資料が無効資料が強ければ、もう相手諦めますね、特許権者は。あるいはもう和解してライセンス契約をする。あるいは話がまとまらなければ、まあ、裁判ですね。まあ、日本はなんか裁判沙汰とかよく言いますけども、海外なんかも裁判するのは当たり前です。まあ、今裁判というのは公平な第三者機関に判断してもらうというのが裁判ですね。ということになる。で、この時にね、やっぱり交渉フェーズというのが結構難しいですね。やっぱりこう相手を説得しないと特許権者としてはお金が取れない。で、一番いいのは裁判せずにお金を取るのが一番いいわけですよ。あるいは裁判せずに目的達成、やめてもらうのが一番いいと。そうすると、まず担当者を説得して、その気にさせて、まあ普通日本の場合はね、いきなり決裁者がその交渉のところに出てくる必要はないですからね。で、じわじわ相手の会社を説得するということをやっていかないといけない。逆に警告されて、侵害警告を受けたら、じゃあ特許権者に対してこれやってませんよと、やってないんだったら、そうちゃんと説得しないと、中途半端にやると不要な訴訟になってしまいますね。じゃあ訴訟するとお金がそれだけでかかりますから、まあできるだけしないことに越したことはない。で、最終的に訴訟に行くのはしょうがないけども、なんか誤解でね、あるいは話し合ったらなんとかなんのに、中途半端な状態で訴訟に行くと、こういうことはやっぱり避けないといけないですね。なので、まあこういうのはね、だから知財の専門家じゃないとできません、基本的に。じゃあね、その下、侵害警告、侵害対象書いてますけども、まあ、これ知財部、技術部のスキルアップですね、とか警告訴訟に対する的確な対処、外国特許侵害対処は弁護士との連携キーマンの要請とか書いてますけど、外国の特許になるとね、特にアメリカの特許、私2回ぐらい経験しましたけど、弁護士費用がもうバカにならないんですよ。もう月1000万だいたいね、弁護士費用がね。で、ディスカバリーという制度があって、日本と違って、フェアに行きましょうだから、出せと言われた証拠を全部出さないといけない。じゃあ例えばね、一つ仮定してください。一つの製品が侵害だと、アメリカで侵害してると言われた。で、裁判になりました。じゃあその製品に関連する情報って何がありますか。まず技術部の設計資料ですね。営業の売上資料で、あとはそれに関するやり取りの E メール、これ全部コピーして出せ言うたら、どれぐらいになると思います。本当に部屋いっぱいになりますよ、これ。紙に印刷したらね。それぐらいのものを出して、弁護士が、まあアソシエイトがね、アソシエイトとパートナーといるんですけども、それが時給400ドルぐらいで5人ぐらいで見るわけや。だから月に5000万ぐらい、請求が来る場合もある。だからものすごい費用がかかるんですね。だから非常に裁判すること自体がものすごいリスクだということにもなり得る。だから例えば私がね、こう警告を受けたりした時に、アメリカのから来た時はものすごく緊張しますね。もう変な取り扱い間違うと、ほんまに裁判になってしまって、大変なことになるわけですよ。ということで、まあ権利活用は、まあ全体の数パーセントです、特許の中のね。実際にこう訴訟沙汰になるのはね。だけど、まあ大変ということで、まあやりがいもあるということですね。6ページ見てください。弁理士の将来性ですね。やっぱりね、産業成熟に新技術、アイデアが生き残るの鍵って書いてますね。だから、これ絶対IP というのは必須です。
日本の場合まだ IP をね戦略として使い切れてないというのもあるけども、海外はもう IP というのはものすごく重視してます。で現にね今アメリカがね中国に対して IP 侵害やーってもうむちゃくちゃ言ってますね。でもう関税かけるとーって言ってるじゃないですか。であれは特に何が問題かというと、まあ特に著作権ですね。であの映画とかあの辺がすごいこうアメリカってこう発達してるでしょ。でそれを侵害してて損害被ってるというようなことです。だから IP はめちゃめちゃ重要ということになる。で、ですね、知的財産の活用不可欠で知的財産業務の多様化、弁理士の業務範囲の拡大ということで、まあ、業務範囲はね弁理士法というのがあって、そこに弁理士がというかですね、弁理士が業としてできること、大事なことは業としてというのは事業としてですね。だから例えば訴訟を業としてできるのは弁護士だけですね。で弁理士は一部できます。で業としてじゃなかったら別にやっても構わない代理はね。だけど業としてできるのは特許出願とか、ここに書いてるのは特許出願、弁理士だけなんですよ。ということはこの資格はその英検とかの認定試験ではなくてライセンスなんですね。これね、わかります？免許証をもらうみたいなもんです。だから免許がなかったらこれはできませんということですね。でね、まあ、私がね弁理士になったのは、あの目指したのは、まあ、ちょうど大学出てですね企業の技術開発を最初してました。でその頃にやっぱりね技術も好きなんですよ。だけど結構ね法律とか経済にも興味があって、まあ、いろんなことやりたいなと。でその中でなんかこう技術者として食べられる資格はないかなってバッと調べてるとね、弁理士というのがあって、広く浅く技術ができて知って、でもうその開発はしないわけですね、自分でね。で商標も扱えて法律も扱えて海外もいろいろあると、これは面白いということで、まあ、勉強を始めたのが最初ですね。ただやっぱりそこで興味を持ったので、弁理士になってからなって実際に実務を始めたんですけども、すごくね今もなってよかったなと思ってます。仕事が面白いですね、いろいろできるので。で、その項目4を見てください。まあ、これもね、技術で商標であれば業界事情ですね。から英語はねもう絶対必須ですね。喋れなくてもいいけども、コミュニケーションですねを取れないと海外の人と意思疎通ができないし、英語はね別にうまくなくてもいいんだけども便利ですね。どこでもどこ行ったって英語でコミュニケーションしたら通じるじゃないですか。でそれはね日本語が通じたら一番便利なんですよ、もちろんね。世界中日本語でいけたら一番、だから英語圏の人は一番得です。何もしなくても全部いけるから。だけどそれはもうしょうがない、今英語は共通語になってますから。だからあくまで手段として、まあ、英語はねできた方がいいですね。だから私もね2年間アメリカ行っててね、行く機会があってかなり勉強したんだけども、その流暢な英語は喋れないけど意思疎通はできます。で大事なことはね、英語は大事なんですよ。だけど一番大事なのは日本語なんですね。日本語でねしっかり伝えられへんかったら英語で絶対伝えられません。で日本語でしっかり伝えられたら英語は下手くそでもああでもないこうでもないって言いたいことがあるから伝わるいいですね。だから中身でしょ大事なのは。で英語は伝えるための手段ですね。なのでまあ中身がしっかりしてたら英語は何とかなるということです。年収、これは大学企業事務所事務所経営によって変わってきます。で今はね一時ねやっぱり弁理士をガッと増やしたので、普通に弁理事務所で働くとそんな要件はもらえないですね。ただ事務所によるで歩合制を取ってるところとか、それとか普通のサラリーにしてるところとか、あるいは企業であれば一社員だから弁理士だからって特別にもらえないけども、弁理士だから活躍できる場面というのはいっぱいありますね。で基本的にまあ企業で言えば弁理士を持っている人間の方がプロ意識が強いので、いろいろなことにチャレンジするから結果としてアウトプットが多い場合が多い。アウトプットが多かったら当然評価されますから、まあ何もでも上がっていくという話だな。で特許事務所もどんだけ履けるかで、経営をするのであればどんだけねクライアントを取ってくれるかということで営業活動をやっぱりしないといけないでしょう。でいろいろ違いますね。なのでまあ、これはもう弁護士も事業全部同じことだと思います。いいですね。だからどこを自分の売りにするかっていうことで変わってくる。
だけど非常にですね、こう専門性が高く、まあ専門性がベースになってくるから他の人はできないですね。これ技術者だったらできますかって言ったら、技術内容分かったらええっちゅう話じゃないわけですよ。ですね。だから技術者では絶対できません。なのでまあある程度競争範囲も限られた中で力を発揮できる理系の中でいい資格の一つであることは事実ということですね。あとは本人次第という話です。だからね、まあ一つ言っときますけど、弁理士とだから左打ちはなんか全然ないですよ。もう弁護士も何もないです。そんな甘い世界ではない。で、私が受けた時は弁理士の数がものすごく少なかったんですね。平成3年です。1991年ですね。なので弁理士の数が少ないから、最初からその実務経験なしでも、まあ、かなり高級で雇いますというのはいっぱいあったけども、今はそうは甘くないです。だからどんだけこうアウトプットができるかということになってくるですね。じゃあ弁理士となるためには次のページ見てください。まあ弁理士試験に合格したら弁理士になります。でね、まあちょっと今日はね初めての方も多いと思いますので、ちょっとねどんな試験なのかというのをご紹介します。パンフレットをちょっと見てください。でこの中で、どこかいな、あこれね28ページ29ページ見てください。こういう図がありますね。でまあ今前も映してますけども、青赤緑で担当試験は選択です。あの3時間半で60問を5択で、論文試験は書く、公示試験は聞かれてしゃべるですね。で合格率大体こんなもんです、それぞれね。で右側に具体的な内容が書いてます。で担当試験はね5月の下旬から、中旬から下旬で日曜日ですね。で試験会場で科目が特実で1科目とすればですね、これ法律ですね、法律ばっかり、衣装デザイン、商標ブランド、条約、国際間の約著作権法制御措置の6科目を、出題されます。で20、これ大体分かってるんですね。もう20点1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 0点で60点ということですね。で 3.5 時間で5択ということになります。で合格点は39点、21点間違っても構わないってことですね。でこれに受かると次は論文試験です。で科目が減って、まあ、いわゆる産業財産権というやつですね。特実 E 賞で3科目で、特実で2時間2問で A4 の紙に4枚書きます。4枚以内ですね。で衣装商標は1時間半で1問で A4 の紙に4枚ということになって、2時間1時間半1時間半で3時間で5時間ですか。これも1日で終わります。でこれで受かったら次は口述試験ですね。で科目数は論文と一緒で、1人10分10分10分で聞かれて、で、2つアウトだったらダメですね。1つ不合格でも2つ合格だったら OK と、まあ、これほぼみんな受かってます最近は。でこの3つ受かって初めて弁理士になれる。であとねもう1点ちょっとね、免除というのがあって、ここですね、担当試験に一度合格すると2年間担当試験が免除になると書いてます。でこれは何かというと、例えばその来年2019年ですね、担当試験に合格したとします。そうするとそのまま論文試験受けますね。で仮に論文試験がダメでも2020年と2021年は担当試験をパスして論文から受けられますよと。だから作戦としては1年目で確実に担当試験を受かってそのまま論文試験を受かる人もいますけども、まあ、これはかなりいろんなことをやらないと確実に受かりません。で2年目で論文に集中して一気に受かってしまうというのが、まあ、実質的な最短コースという形になりますね。でこれね、これでもだいぶ試験制度変わって受験生の負担を軽減しましょうという話になったんですよ。で私が受けた頃ってどんなんやったかというとね、まずね担当試験は一緒です。で不正競争防止等著作権法はなかったんで、ちょっと科目は少なかったんだけど1回受かりますね。で免除制度なしだから2年目で担当試験滑る人何部でもいます。で論文がこれが大変でね、もう覚える量がものすごい半端じゃない。
で条約まで全部で5科目はあって全部2問ずつです。であと選択科目というのがね、まあ、ちょっと先言い忘れたけども選択科目というのが別途あります。ここにね、まあ皆さんも 別の日にもう1科目があるんだけど大学院に出てたら免除なんですよこれ。でそんなんなしです今ね。で全部で論文がその選択科目3科目で論文が5科目だから月火水木金土これが試験期間です。だから1週間休まなあかんですよこれ。で1日2時間とか3時間とかでずっと通うわけですよ。でこれ大変でしょ。でさらにね今クーラーついてるけどね夏の一番暑い時にクーラーなしでやる。だからもうめちゃめちゃしんどかったです。だからもう結局ね合格率 2.8% ぐらいだった。今なら 8% ぐらいですね。7% か 8% ぐらいだから全然合格率が違うから、まあ、それに比べるとめちゃめちゃ楽ちんです。で昔は方法論も何もなかったけど今方法論もきちっとありますからね、まあ、その通りやっていただければほぼ受かるというものです。概要です。ですね。でちょっとね、下続きいきます。じゃあね勉強方法もという話なのでちょっと簡単にいきます。これは方法論をねまずねきちっとやらないと効率性は絶対上がらない。で情報量が少なければどんなやり方してもあんまり変わらないんですけどもやっぱり情報量すごい多いわけですよ。7科目もあるからね。だからそれをいかにハンドリングするかっていう方法論でだいぶ変わってくる。で勉強方法両学校1見てください。一般論、まあ要はね試験に出るところだけ短期に理解して短期に記憶したら嫌ないかと。それはそうですね。出るとこ分かってたら楽ですね。いらんことしねばいいと。でもう一つ読む書く喋る能力を作るということです。で、まあね、担当試験はまだね例えばセンター試験って大学があると似たようなもんです。選ぶだけやからねまだいいけども論文書くってどんなんやいう話でね 理系の人が多いから私もね最初ねあんな論文よう書けるわと思ってないけど大したことないです。書くパターン決まってる。だからそれをひたすら覚えて書いたら文章力もつくから書けます。いいですね。であんまり難しくないんですよ。だけど出るところを集中的にやるっていうのは絶対大事で具体論を見てください。まずねだから絞る。試験に出やすい箇所に絞り込んだ学習をします、まあ、当然です。次分かる。短期に砕いて理解して知識のトリガーで何かというとねもう一つ入れるというのが短期に入れて長期に残す。でねこれ2つセットなんですけどもみんなね誤解するのは講義を受けたらそれで自分が理解しますね。ある程度言ってることね、まあ、所詮ルールだからこういうことですよって理解するわけですけども一番難しいのは残すという話なんですね。忘れるじゃないですか。試験の時に全部かなり精度が高く残さないといけないので忘れていくんですね。だから受けたら習得したと誤解をする。ここが一番なんですよ。で受けてあとね必要なことをいかに頭の中に定着させるかというのがもう一番困難なところでみんなが気づかないところなんですね。だから自然に1年間勉強したときに結構ねみんな20点とかそんな人も結構いろんなところ聞くとあるんですね。で60点中20点だと12点でも適当に書いても確率で12点上がるのになんで1年間してそんなんやいう話になるとたくさんの情報を勉強してるんだけども頭に入れてないという話なんですよ。でねここで入れていかに定着させるかという話ですね。であと時間内に答えるかというのもある。でね、丸一方法の一は必要最小限の内容を必要最小限の時間で真に理解して記憶するという話ですね。で、理解した知識キーワードは理解したら短期間で頭の中に残りやすいという話ですね。で、方法論には頭に残すというのがね、ここが問題でぼやっとした知識では絶対解けません。だから理解記憶表現というのをやってもらわないといけない。普通ね理解して記憶するでしょ、ね、眺めてるだけっていうのがある。眺めて見て読んで分かるのと閉じて正確にアウトプットできるのは全然知識の定着で全然変わる。だから閉じてアウトプットできて初めてワンセットと。で普通アウトプットしません。眺めてるだけやねみんなな。でやれって言ってねもう講義中も嫌ほど言います。だから残さないとダメですよこんなあかんではこんなやでとかも10年選手ともおれば1年で受かる人もおれば違いはこうやでと言うけどもなんで眺めてるだけだと思います。普通眺め勉強するんや言うたことなかなかねみんなしてくれない。それはあのしんどいこと人間嫌いやからねあの眺めてる方が楽じゃないですか。早く進むでしょ。だから眺めんね。
要はしんどいことを避けてるだけの話なんですよ。なのでアウトプットしようと思ったらもうちょっと意識的にねそういう形に持っていかないとできない。で要はどこまで頭に入れたらいいのかという到達点を明確にせずにバラバラバラっとやると一つも到達点に達しないから得点が取れないと、まあ、これ事実なんですね。だから理解記憶表現の基本です。で方法論さんはひたすら素直に努力するということです。で大学受験以来ね勉強を集中的にやった経験ってあんまりないでしょ。1年間ずっとやるとでねやること決まってます。で、まあ、当然私は方法論も確立してるからこれやりなさい。で一番出やすいところはここです。でこれだけをまず覚えるんやって絞り込んで言うわけや。でもうやること決まっててやったしまいじゃないですか。だけど家帰ってしんどいからまた明日とか言ってねそういうね結構幼稚なレベルでできませんっていう人も結構多いですよ。めちゃめちゃまあ私から見たら死ぬほど苦労してきたから方法論が分かるまでどんだけ苦労した思てんねん今話ですね。自分私が勉強してた時ねで分かってあとやるだけやないかいう話や。だけど結構ね継続して勉強する新しいこと頭に入れて結構重労働です。で重労働は人間逃げるわな避けたい。だからサボるという形になる。でそれをね半分ぐらいの人はそういうところに落ちる。でちゃんとやる人はもう方法論踏んだら一瞬でなんやこれみたいなパッと浮かるわけですよ。かたや勉強要請みたいな形になるわけで勉強してもらえへんかったらどうですか。知識入れへんねんからそんな受かるわけないじゃないですか、ね、ということです。だから難しい試験には苦労はつきもんやとこういう話ですね、まあ、ということです。で、まあ、ちょっとね方法論は方法論のガイダンスがあるからまた聞いてこなったらいいんだけども法律ってねどんなんやっていう話になった時にこの中で法学部の人おられます？いない。理系の人は？え、大半理系やね。何ですか？理系じゃないですか。みんな理系じゃないですか。私も理系ですよ。だからね、こんな法律でんなもんなんか雲の上の全然関係ないことかなもんだ思ってたんですけど、ちょっと見てください。まあ、大丈夫ないです。ね、ちょっと問題見てください。こうは自転車 A の特許権者であるが、ちょっと8ページね。オツが自宅で組み立てた自転車を個人的に使用している事実をつかんだ。自転車 A の特許権持ってます。これいいですね。だから差し止め損害賠償請求できるわけですよ。でオツが勝手にね組み立てて個人的に乗り回しとると、だからこれけしからんということで使用行為を差し止めることができるかという問題です。で普通はね法律とかなかったら勝手にお前やめろってそんな権利ないですね。だけどじゃあルールはあるんですかというと特許の100条というのからちょっと見てください。一番上、まあ、そのままです。でちょっと専用自試験者飛ばしてください。一番上ね、特許権者は自己の特許権を侵害するもので恐れ飛ばしますに対し侵害の停止予防を請求できる、これ条文です。ということは侵害するものに対して停止を請求できるということは、言い換えれば侵害してたらやめろと言えると書いてあるわけですね。だから法律にこう書いてないとできるという話ですよ。なあ差し止めでできますかっていうのは今度は法律に照らせば侵害してますかっていう問いに変わるわけです。じゃあね、侵害って一体何なんだっていうと、また条文ルールがあって、ちょっと法律要件見てください。公の差し止め請求は、オツの行為が特許権を侵害し、その恐れがある場合に認められるっていうのは、上の100条1項に書いてあるから、そのままです。だから条件と効果が書いてあるわけですね。条件は侵害、恐れ。効果は停止を請求できる。ですね。じゃあここで特許権の侵害っていうのは別に法律があってね、ちょっと見てください。正当理由権限なく、まあ、これはねちょっと飛ばして、まあ、特別な、まあ、理由がない、第三者が特許発明を、これ自転車ですね、業として、業としてっていうのは事業として注意です、実施、これはね生産とか使用を含むと考えてください。実施は実施で定義があるで、ね、だから言葉の意味さえ分かったら侵害って何ですかっていうの分かるわけですよ。これでね、じゃあこの場合どうかというと、これ個人的に使用してますね。
ということは業としてというのは下にあって、事業としての意味でありと書いてますね。でこれは別にあのルールだから人間が作ったわけですよ。個人的に使用してるのに特許権の効力を及ぶのは行き過ぎやろと。だからそれやめとこうということで事業としてと入れた。ということは侵害ですかと言われれば事業としてじゃないから侵害じゃないです。じゃあ差し止め請求できません。だから法律は一体何ですかって言ったら上からね、3行目、一番上から3行目見てください。法律要件と効果からなってる。何々が満たせば何々ができます。これだけです。だから法律の勉強というのは条件と効果のセットを覚えるだけ、これだけです。だから所詮人間が作ったルールやからね。私から見たらね、これいろんなね、まあ、私も技術者やから弁理士 の仕事もしてるから、なんとか変換とか、まあ、周波数の話とか、まあ、バイオの話とかいっぱいあるけども、あんなもんはあのベースの知識がなかったらいきなり聞いても絶対分からへんね。こんなん何も日本語さえ分かったら誰でもできるじゃないですか、まあ、子供は無理としてもね。だから専門知識ゼロで勉強できるんですよ、法律上は。何にも難しくない。だ要はこの量がものすごい多いという話なんですね。だからその多いものをいかに頭の中に入れて問題を解けるようにするか。で弁護士は日常生活のことですね、揉め事に法律がある。で人間が揉めるってどこで揉めます？どこで揉めると思う？金だ、財産法というのがあるわけですよ。金返したら返せとかってルールがあるわけですね、民法です。であともう一個揉めるのは何やと思う？相続。だから人間が喧嘩するところで決まってるわけですよ。だそこにちゃんとルールがあって、相続法と財産法というのがあってね、弁護士は条件と効果をいっぱい覚えてはるわけですよ。だからこんな相談どうでしょうって、この条件に該当するからこれできますよってこう言わはるだけや、ね、それだけで。特許はあの、まあ、特許法のことだけある。で江口クラスのゴール見てください。ではね、これ何を言ってるかというとね、ちょっと方法論見てほしいんですけども、要はね、あのね、この辺にね、今の話も法律効果でね、何々ができるって書いてあったら相手に対するインパクトがすごい大きいわけですね。だから条件は正確に判断してもらわないとえらいことになるでしょ。だからこの条件を頭に入れないといけない、正確にね。だから見てわかるのやあかん。パッとその侵害、またその恐れ、侵害とは何っていうのは正確にスパッと出てくる。だから見てるだけではダメですよという話。だから到達点がこの辺なんです。で1年間勉強してもぼやっとしたらこんなレベルなんですね。だから到達点を全部ここまで持ってくるというのがしんどいわけです。だけど出るところが、試験に出るところは分かっていたら、ピンポイントでここに持ってくるのは大したことないです。情報量減らせるから。でね、これやりましょうという話です。じゃあ出るところ分かってるんですか？言ったら分かってます。弁理試験ってね、統計ずっと取るでしょ。出るテーマって毎年決まってるんですよ。もうほぼ決まってる。で、なんでか言ったら、本来使わないもん聞いてもしょうがないじゃないですか。だから実務上重要なところやっぱり聞いてくるわけですね。だからもうほぼ決まってます。だから決まったところをどうするかというと、ピンポイントで要件を覚えて、でそのための資料と、本来講義をするときは黒板書きしますね、全体は2つ用意してるんですね。だからもう方法論に基づいて全部資料を用意して、いかに投入した時間を得点につなげるか、もうこれにつきます。でこの試験はの勉強はね、実務の勉強じゃないわけや。私も実務やってるから実務を教えてます。まあ、知財協会とかね、そういうところで特許のメインのやつを教えたりしてるんだけども、全然違いますよ講義の内容はね。そうじゃなくて、これライセンスを取るための勉強なので、あくまでいかに得点を取るか、もうそこに集約しますですね。もちろんそれは実務の勉強にもなります。まあ、法律の上に立って実務があるわけだからいいですね。なので最後、江口クラスはね、合格可能な講義、だから合格可能な講義をしようと思ったらかなりきついです。で皆さんね、まあ、何も分かってないんで、もう失礼ですけども、受験会のこと初めてじゃないですか。ほんならね、例えば本来1年間で100を教えないといけないところを、じゃあ1回の講義数で割ったら数で出てきますね。でそれをある程度伝えないと受からんわけや。でしんどいやろ。だしんどいから、あのみんなもっと全員が分かるようにサボっててもね、何回も何回も見て分かるようにしてもたら100を教えるところ30ぐらいにしてもね、
ほんならみんな分かって分かりやすいですよって言うけども、それが本当にいい講義ですか言ったら、みんな受からへんのしまうじゃないか、受かる人もね。なので100の講義をいかに分かりやすく短期間でいろんなツール方法論を使って教えるかというのが私の講義だと考えてもらったり、だからついてきてもらったら絶対受かります。いいですね。だから真面目にやることを言ってやってもらったらいいんやけど、それをねサボると、まあ元々あかんと、こういう話ですね。はい、ちょっと長くなりましたけども以上です。